ティカ。今回紹介したいのはタイの東北部料理スープの前イーサン風のタケノコサラダです。では始めましょう。
さん、最後まで食べたいまいか YouTube チャンネルを見ていただきありがとうございます。私はタイ人で、今は日本に住みながらタイ料理を作っています。本当はですね、本場のタイ料理のレシピで作り方をお伝えしたいです。タイ料理を作りたいけど、材料がわからないとか、うまく作れるかなというふうに思う方にも、簡単に作れるようなレシピを、映像付きでお届けします。丁寧に教えるので、興味がある方はぜひチャンネルを登録してください。よろしくお願いします。